ベストメンバーです。ベストメンバーですね、はい、プレーオフ必ずやこのスタートで来ると思われますね、はい、ジェイソン・キッド、テリー・キトリス、ケニオン・マーティン、キース・バンホン、そしてトッド・マカロックです。まあ、いうプレーはないとは思いますけどもね、はい、したがってかなりネッツはインサイドを狙ってくるという形がありますね。もうそれはもう一番狙えるでしょうね、はい、またボールはネッツです。インサイド、シュトルズが決めてきました。ネッツがなかなかいいようです。はい、いや自分たちのオフェンスタイミングなんですよね、はい、ナイスプレーだ、決めました。シトルズも早くも6点目になりました。フィッシャーが行きますが、ボールはネッツ、楽々決めてきました。キトルズ、いやまたボール取りましたよ。そして3、あっとこれ連続のゴールです。これは火がついちゃいます。のカール2つ目でした。ヒトルズの連続のゴールが引き離しました。このカットも本当絶妙なタイミングですよ。そして3、これで3ゴール連続で、あ、ヒトルズがぶつかって一旦外に出ます。今の形の3打ってくる、来ました。今の形のオフェンスはシーズン当初から、はい、2点取りたいという思いですよね、はい、ジェイソン・コリンズ決めてきました。もう計算通りですね。12点差になりました。もう時間がありません。決め出す選手ですよね。He's not able to walk, so he's back in the locker room. He is in good spirits. 点差に詰めてきました。そのレイカーズ、 My career is throughキトルズです。この流れをネッツはどんな形で切ってくるか。ゾーンですね。ゾーンで守る、はい、キッドのスリー来ました。赤ロック、ここでも高さが行きました。速いパス、決めたのはキトルズ。いやでもこのぐらいの思い切りが必要かもしれないですけどね、はい、キトルズに2つのフリースローです。2点リードされている。リバウンドは、あっと、いや、これはダメ。ネッツキープしました。試合終了。いやでも素晴らしい。